はい、皆様こんにちは。今日もインクトーバータングルス2022のデイ2日目をやっていこうと思います。いや、土曜日、今日は息子の運動会があって、すごい天気がめちゃくちゃ良くてですね、良すぎて、私さっきまで寝てました。いやー、疲れましたね、あんな短時間なのに。で、今日ね、デイ2はデルファイかな、ステファニー・ジェニファーって、この、インクトーバータングルスのこの何日がタングル、これですよって当てはめてくれて、ご紹介してくださってる方、シンガポールの CGT ですね、彼女のパターン。で、私なんかちょっとね、昨日の夜なんかいくつかこう全部でおさらい書を書いてみたんですけど、ステップアウト、なかなかね、いい、やっぱすごいわと思って、インクトーバー、いろんなこう新しいタングルだけど知らないのがたくさんだけど、なるほどみたいなのも結構あって、すっごいお気に入りのも見つかりました。ちょっとやりながらね、まあ、皆さんもきっとすでにもう一覧にしたりとかしてる方いたんで、まあ私がなんか言わなくてもみんな分かってると思いますけど、すごいいいのがあった、びっくりなんですけど。じゃあ練習タイムね、してからいきましょう。練習タイム、デルファイはこう2つこう葉っぱ、双葉みたいなのが生えて、そしてもう一個こう真ん中に入って、で、ここの、ここからこういうふうに、このタングルですね。みゆきさん、こんにちは。運動会晴れてよかったですね。子供の運動会なんて懐かしい、いいなだって。いいですよね。でもすごい私疲れちゃった、暑くて。もうこれをねやっていくんですよってことですね。で、これなんかお花みたいになる、もう書いてあるんですね。 There is one of my neighbor newer tangle、 新しい人タングルですよってことですね。で、ペタルを、花びらっていうのかな、を狭くしたりちょっと太めにしたりして、すると表情が変わっていくので、ちょっといろいろやってみてねということです。はい、みんなもね、皆さんも練習してみて。で、これ真ん中からこうやってやりたくなるんだけど、外からやったらどうなるかしらと思って、 Maybe I think it's like a petal, so maybe you want to draw from center, but I try from corner. Yeah. ね、で、何の話だったっけ。あ、そう、運動会ね。そうそう、運動会について、今日なんかその久しぶりにいろんな知り合いとかママ友とかに会って喋ったりとかしてたら、もう日向で喋んなきゃいいのに、なんとなく日向で喋ってたら、もうすっごい熱中症みたいになっちゃった。すごい疲れちゃって寝てました。リビングのソファーで。そしたら途中で息子が歯が抜けたとか言って、それすらもううるさいとか言って、話しかけないでとか言っちゃって、もう本当に眠たくてしょうがなかった。飲み物を持ってくればよかった、いろいろ後悔。まあ、いや、とりあえずこの花びらをどうなってくるのかしら。 This is my first try。 おしり君さん、こんな日はお水を飲んでからビール飲みましょう。そうですね、ビール買ってきたんですけど。ね、気をつけないと。いや、今ね、ポカリセットをガブガブ飲んで、まだ足りない気がするけど、まあとりあえずなんとかなるでしょう。で、ね、ここの間にもう一個入れるんだよね。でもこれ普通だとつまんないよね。なんかちょっと尖らせてみるよ、こうやって。分かんないけど、思いはね、そうそう、コロナもあったりして、運動会をちゃんとやったことが、今5年生なんだけど、5年生までに1回しかないことに気づいたんですよ。今日ママ友と喋ってて、最初の1年生の時だけ普通にこう午前午後あって、でお弁当持って行ってっていうのを覚えてるんですけど、なんか2年生の時は、ね、台風が来たんだったかな、なんか雨、大雨で、で延期の延期かなんかで、でなんか
途中までやって雨すごくなってきちゃったからもうやめたみたいになって、その時無理やりやればよかったのに、で延期になったらその次の日もすごい雨でみたいな、そんなことがありましたね。その後コロナになって、やるわ やったやったけど、まあそのめちゃめちゃ簡単な感じにしてとかだったかな。懐かしい。うちの息子はまあいい、そんなにね、あの運動そんな好きじゃないですよ好きじゃないですよとかだから、あの別に運動会ななんてとか言っちゃいけないけど、運動会そんなにうちの家庭では、あ運動会ねって感じなんだけど、ほら運動すごい得意な子とかはかわいそうだよね。だってリレーとかもなくなっちゃって、まあ、うちはリレーなんか、まあ、1年生の時になんかねたまたま選ばれたんだけど、多分あれは 何だったんだろう、あれは多分たまたま合ってる、これそうだから運動会大好きな子はショックだよね、全然できなくて。そうだから、その時からコロナになってからはお弁当なしで簡単なこう午前中だけで終わってって感じですね。で今日なん今年なんかも本当徒競走とあとなんかダンスみたいなの、あとみんなで玉入りやっておしまいみたいな感じでしたね。 全学校で全校生徒、それはそれで可愛かったけど、騎馬戦とかさ、そういうなんか花形の競技はなくなっちゃった。かわいいね。まさに、あ、真ん中にお花ができたね。できたからちょっとそこを塗ってみた予期せぬね、フラワーシェイプできましたね。I expect this flower shape, so I add red because this is very beautiful shape. ね、すごい綺麗な形だから塗っとくわ。ここにみんな見てる人は、まあ、割とこうお花じゃないや、何言ってんだあの絵がね好きでしょ。絵が好きな人たちが多いから、そんなにまあ運動会もしかしたら割合的には運動よりもなんかこう絵描いたりが好きっていう人が多いかもしれないですね。あのそうじゃない人ももちろんいると思うけど、絵も両方好きとかね、走るの早かったとかさあるよね。私走るのも遅かったし、でもね本当もうそっくりなんだよね、うちの息子が私と。でもそんなそこまでのね、そんなには遅くない、真ん中ぐらい真ん中よりちょっといいかなぐらい。運動会苦手でした、ゆうこさん。ああ、そうですよ、みゆきさん、秋の色は素敵です、ありがとうございます。私運動会もね、こういうことね、私言っちゃいけないんだけど、息子がもう運動会やだって言ってて、でおばあちゃんなんかはそんなこと言わないでね、あのやりなさいとか言っちゃって、であの言ってんだけど、私はもう本当にその嫌だって気持ちが分かりすぎちゃってつまんないよねとか言って言っちゃう、ダメな親な、ダメな親とか言って。でもなんか私運動会練習とかそんな好きじゃなかったけど、結構当日はなんだかんだ楽しいなと思ってましたけどね。あのそんな授業ってわけじゃなくて、ずっと出てるわけじゃなくて、ほらなんていうの、みんなでおしゃべりとかして見れるでしょ。ジュジュミルクさん、昨日もありがとうございます。なんでそんなに綺麗に塗れるんですか。あ、なんで綺麗に塗れるのかっていうと、まず筆がいいんじゃないですかね。筆が結構いいやつでとか言って、いや本当ですよ。でこのまずね、私息子にこの前に夏休みに教えてて分かったんだけど、やっぱり息子が上手に塗れないのはなぜかっていうと、筆と絵の具の関係がちょっとうまくいってないことが多い。水が多すぎても少なすぎてもダメだし、こうよくね、こう絵の具をねここに含ませてあげるのがねポイントですね。で綺麗に整えてあげて、そして
あのこう綺麗にほら乗ってるでしょ絵の具が。だけど あんま得意じゃない人っていうのはね、まず水が足りてない人ね、こうカサカサの絵の具で濡れない濡れないってやってるとはみ出したりしちゃうんですよ、ね、溶かしてますよ、水溶かして濡せてますよってもね、足りてないとかだとダメなんですよ。こう程よく筆がきれいにこう動くように含ませてあげてください息子に言ってるみたい、よーくよーく含ませてからこうやってあげると、ほら絵の具が生き生きと動けるでしょ、ね、そういうことなんですよ。どうしようかな。そう、あとね、私ダンスは割と好きで、好きだったんですよ。で息子もダンス好きです、すごいもうキレキレでした今日も、バカみたいに。でも走るのはそんなでもないみたいな感じ。私ね、一番嫌だったのね、あれが嫌いだったの、みんなで行進するやつ、入場行進みたいなやつ、なんであんなことしなきゃいけないんだろうって思ってました。みんなダラダラって入ってダラダラってやればいいのにと思ってなんか嫌だったなと思って、あれなんか指の先までピシッととか、なんかあれじゃないですか、ちょっと軍隊っぽい感じが、私本当に嫌だったな思い出すに、うん、みんなでわーってこう球投げたり、わかんないけど綱引っ張ったりとかは楽しいけど、なんかみんなで一緒にピシッと揃えて踊るのはいいんだけど、踊るんじゃなくてなんか運動するとか行進するとか走るとか嫌でしたね。そういうこと言っちゃいけないですかね。なんか他の人だともっと素敵に思いつくかもしれないけど、まあいいや。そうでもね、徒競走はうちの学校とか言ってちょっと分かんないんだけど、なんか遅い順じゃないと思うんだけど、なんだろう、最後だけ一番速い子たちが走るんですよ、グループが。だから最後に走る子たちは花形なんですけど、そこにうちに遊びによく、うちの息子すごいインドア派なんだけど、そこに出てた子がめちゃくちゃよく遊びに来る子が一人と、たまに遊びに来る子が一人いたから、すごいすごい燃えちゃったです。だからお母さんなんてすごいもっと楽しいようになるよねきっとと思って、もうすごい名前叫んじゃった。息子の時はなんかそんなに、まあ、写真とか撮りましたけど、最後のそこはすごい声出して名前呼んで、なんとかくれ頑張れとか言ってましたね。言っちゃいますよね。ゆうこさん、更新嫌でした、整列の時は中指をズボンの縫い目に合わせろとか怒鳴られた、嫌だもうそういうの本当に好きじゃないあれ好きな人いるんですかね。だからなんかそういうのを何のためにやるのかなと思ったら、その多分こんなにこの子たちは統率が取れてて、よく指導されてますよっていうのを見せるための発表会みたいな風じゃないですか。なんかそんな感じが、その時はなんで嫌なのか分かんなかったけど、今思うとなんかそういうなんか全く意味が見出せないのが嫌だったんだと思います。別にリレーに選ばれないのはそれは足が遅いからとかね、頑張ればその競技とかで勝てるから頑張る、それは分かる、みんなで一生懸命やろうっていうのは分かるけど、なんかああいうのがなんでいちいち校庭一周したりしなきゃいけないんだろうみたいな、よく分かんないですよね。私は大好きでした。ジュジュミルクさん、いいですね。そっか。いやでも全然私好き。でもね、高校生になったらすっごい楽しくて好きでした。だから嫌いではないんですけど、だからそういうなんだかな、そういうのが好きじゃなかっただけですね。多分更新とかね、きっと更新好きって人はいないと思うな。であと中学校とかに行くと、マスコットとか作るじゃないですか。私マスコット係になって
そっちも絵が好きだ、絵とかすごい好きだったから絵を描いたりして、それが楽しかったりしましたね。なんでだんだんこう分なんていうかな、こう得意分野でこう活躍できるようになっていくから、それは楽しかったですね。なんだ、何、はい、みゆきさん、娘の小学校1000人超えのマンモス校だったので6年生200人で作られるラスト組体操って組体操ねは圧巻でした。親は大号泣、感動ものでした。なるほど、そっか。でもやってる方だどうなんですかね、やってる方も楽しいのかな。そういうこと言っちゃいけないですよね私闇がそうそう、組体操もね今すごい密になっちゃうから、なんていうのあれが、練習が禁止っていうかやってないですね。なんかもっとライトな感じのやつやってますけど、はい、そんな感じですね。組体操ねゆうこさん、私も応援機作りチームね。そうそうそう、なんかそういう得意分野でね活躍できたり楽しめたりするとねいいですよね。ね、なんかみんなでやって汗かいてみたいなのはねとっても素敵だけど、苦手な子は辛いよなって思っちゃいますよねやっぱね。でもなんかそうそう、徒競走が嫌だ。確かにさ、徒競走でねこう早い順じゃ遅い順に走って一番最後速くてそれすごい楽しいよ、速い子は楽しいけど、なんかそれが例えば算数とかで算数競争とかで計算できない子から順番に計算解かされてみんなの前でとかかわいそうじゃないと思わないキノコのさ、こんにちは、今日運動会のかっこよかったですね。ね、今日天気良くて本当ね、すっごい景色とかはめちゃめちゃ良かったですよ。もう学校のなんていうかグラウンドの上にこう真っ青な空と本当にかっこいい雲みたいな、本当にね良かったですけど、そうそう、だから算数競争みたいなのやったら大クレームが来ると思うんだけど、ただね子供たちが一生懸命なんかやってる姿見るのは本当に私たちへのご褒美かなと思って、息子にはねそういうふうに言って、あなたは好きじゃないかもしれないけどこれをそれを見れる私たちはねすごく喜びなんだよってことをね伝えました。あなたがたとえ足がねめちゃくちゃ遅かろうがダンスが踊れなかろうがね別にそんなことはどうでもよくって、あなたがどんなふうに友達と楽しく過ごしてるのかなっていうのをね見たいんだよっていうふうに言っときました。でそれをね準備してくれてる先生もいるから一生懸命つまんないとかねそういうことはね言ってはいけないとは言ってますよ一応言ってますけど気持ちはわかるという共感はしておきましたけど、だがしかし私はあなたが見たい、めちゃくちゃ可愛かったです今日も可愛かったですよ、はい、幸せですね。母偉い、キノコのさん、いやいやいや素敵な母、うるっとする、いやいや素敵ですか、まず素直な気持ちですよね本当に。多分先生たちがもう本当ねよくやってくださっててありがたいですね。そうそう、まあ、なぜするのかってね言われたらそうねと思っちゃうよね。何かなって私も真剣に考えちゃった。どうしよう、周りどうしたらいいと思いますって急にどうすればいいかな、ちょっと分かんないから、ラウンディングなんかこれがアーモンドに見えてきちゃった。あ、その昨日さっきさ足のめちゃくちゃ速い子となんかさ仲いいから一緒にご飯食べ行きたいとか言われて一緒にあれ行きました、ご飯食べに行きました。どうでもいい、どうでもいいですね。はい、可愛かった2人。マクドナルド行ってハンバーガーを食べました。でやっぱりそのね足の速い子は一緒に座ったりやっぱり、ね、足とかすごいしっかりしててよく食べるし、あ、ダメ、うちの子ダメだダメだってことだけど、そんなに食べないな。
キノコのさん、感動大事ですよね、どんな時も。あ、おしりきみさん、アーモンドがあるね、でしょ、アーモンドあるよ ね、感動ね、うん、でも子供自身は感動はまだしないのかもしれないんで、そこまでその自分から自ら頑張って結果を出すってことからの方が感動って大きいですね。ちょっとなんか殺筆がどこ行っちゃったんだって。そうで、私高校の時の運動会体育祭もすごかったの。もうすごい同級生の人いないよね。なんかもうとにかく運動会をすごい頑張るところで、それをすごい思い出しちゃった。私も運動会、私高校生の運動会すごい楽しかったですけど、ダンスの幹部やってたんですけど、楽しかったですね。だから人に言われてやるのとで、あの自由参加なんですよ高校の運動会。なぜかやりたくなかったらやんなくていいとか言って、すごくないですか。あの、まあ、一応団体競技とか、まあ、やんなきゃいけないんだけど、やんなきゃいけないってことないね。そうそう、自由なんですよ。で、私やらないとかいう人もいて、でやろうよとか言って誘いに行ったですね、友達を。私受験するからとか言ってさ、受験勉強したいからさとか言ってやんない子とかいて、なんかそれが私自由で好きでしたね。面白いなと思って。まああとそのパネル作ったりなんだかんだっていうのは、まあそれもグループでやりたい人だけやるんだけど、やらない人はやらないみたいな感じでしたね。なんだっけ、キノコのさん、これから楽しみですね。ね、で私は気づいたんだけど、さっきめちゃくちゃ昼寝したらなんかすごい暗いね。なんかもう夕方、もしかして何こう日暮れてきたのかしら。いやでも5時じゃない、すごい寝ちゃった。マックでソフトクリーム買って食べたわ。今日絶対ソフトクリーム食べようと思って。すっごい暑いの、なぜこんなに暑いのかしら。でも28度って天気予報で言ってたけど、もっと暑い気がした。やばい、これ見えない私。昨日気づいたんだけど、このライブ終わった後にこの水彩絵の具の上に黒のせるとすごい黒が乗っちゃって、色が濃すぎる。そっか、みんなの運動会ね、運動会何のためにやるのか、なんか私もすごい考えちゃった。何のためにやるんだって息子に言われた。私なんかそんな考えずに嫌だなと思っただけだったからね。考えるって大事ですよね。ただもうすぐあれもあるな、なんだっけ、学芸会。みゆきさん、日焼けすると体がほてりますよね、結構疲れる。そう、なんかちょっとやっぱり半袖で行っちゃったのがいけなかったのかもしれない。全インディゴアートさん、 Love the beautiful tutorial, thank you。ああ、Thank you. I love your work too. Thank you for watching. そう。ちょっと暗くて見えなくなってきちゃった私、目が。電気つけようかな。ここ電気の電源入れるの忘れちゃった。電源はどこへ？いや、これ半分だけやろうかな、こんな感じで。これどうしよう、こう、ね、うん、つく。皆さん好きなように、子供の成長、日野子のさん、子供の成長は嬉しいです。いつもギューッとハグしちゃうねえ、そっか、かわいいですよね。おいくつなんですか、お子さん。最近ギューってハグするとちょっと嫌だって言われる時もたまに、キモいとかこの前キモいって言われたから、もうやりません、もう二度とやんないでって言われちゃった。そんなこと言わないでよって感じ。たまにどさくさに紛れてギューってやってますけど、ね、あ、可愛いですよね。まだ5年生だったら可愛いですよ。学芸会ね、学芸
会があるんだよね。そう、息子の学校ちょっと変わってて、ね、文化祭みたいなのもあって、それはねこの前あったんだけど、それ映画作ったりとかしてて、あとなんかいろいろゲームとかした、ゲーム模擬店みたいなのやったりするんだけど、キノコのさん、もう大きくってうちもすごく嫌がりますどさくさに紛れてねギューってやらないでね盛り上がったふりをしてイエーイみたいなギューみたいなしょ、インナーオーラ分かんないよね。違うの全部買ったかな。ジュジュミルクさん、私や身内じゃなくても話聞いてるだけで泣けちゃうどこが何ギュッとしてもらえないとこですか。今日はなんか歯がグラ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 してるから、柔らかい食べ物にしてって言われたから、なんだろうと思ってたけど、さっき抜けたって言ってたから、なんでもいいか、ジュジュミルクさん、子供の成長ね、話聞いてると子供の成長にね泣けてきちゃうと、ありがとうございます。そうです、私はまだなんかその感動して泣くとかないですね、息子の成長とかで。なんというかまだ途中なんで、途中っていうか日常なので、でそんなになんていうかな、男の子だからかあんまり感動するようなことも言ってくれないので、あ、言ってくれるかな、わかんないな。結構でもね素直にいろいろ言ってくれるんですけど、本当かなみたいなすごい立体感。あ、本当ですか。 どの辺、この辺が、この辺ね。そうですね、日常的に結構なんかいろいろ褒めてくれるんですよ私の方。だからあんまり、たまにだったら感動するのかもしれないけどあ、また言ってるなって感じ、はい、結構怖いお母さんとかも今日運動会とかでお見かけしたんですけど、なんかそう、ちょっと怖めの方、怖めっていうか、あの子供に注意したりとかするような人、そしたらなんか、まあうち、私はそれに比べると優しい方なので、あのいつも優しくてよかったとか、よかったってなんだそう言ってますね。あとなんか子供ってちょっと目がおかしいのかなと思うんだけど、なんか多分私のことすごい綺麗な人だと思ってるみたいで大丈夫かなって思うんだけどね、まだその魔法は解けてないみたいで、多分そのうちあれ普通じゃんみたいな気づいてくれると思うんだけど、今んとこねすごい褒めてもくれますよ。はい、なんて褒めてくれるんですか。母愛されてる、シー先生綺麗です。あ、いや、そんなことない、みゆきさんも綺麗ですよえ、なんでって、シー母ちゃんが一番可愛いとか芸能人とかでこの人綺麗だよねって言ったら、あ、でもお母さんの方が綺麗だよと普通に言ってくれば大丈夫かなと思うけどね、目大丈夫かなって。そう、はい、そんな感じです。大丈夫ですか、こんなバカみたいな話で言ってくれますね、はい、でも私はちっちゃい時自分の母親すごい綺麗だと思ってたから、なんかあれって途中までそう思うんじゃないですかね、わかんないけど、いや実際とても綺麗でした。なんか可愛い息子ちゃん、めっちゃ仲良し、びっくりしました。ゆうこさんが多分あれじゃないですか、ゆうこさんも目大丈夫ですかとか言っておかしいんだけど、本当に、いやでも全然私そういうキャラクターで生きてきてなかったから、あのちょっとびっくりなんですけど、本当ですか。中身のキャラが濃すぎてみんなに、あのそっちを、お、みんなお母さん好きなんですよね、キノコのさん、そうですよね、本当に嬉しいことでございますよ。でもたまにほらすごいお母さんのこと褒めてあげない子とかいると、なんかもうちょっと褒めてあげないよって思っちゃうけどでもやっぱお父さんって皆さんどうなんだろう、お父さんのことをね、お父さんと仲いいんだけど
すごいお父さんに対して厳しいんだよね、うちの息子が。もうちょっと優しくしてあげてほしいんだけど、お父さんつまんないんだよとかね、本当につまんないんだけどとか言って、そういうこと言っちゃいけない私がいけない。ジュジュミルクさん、シエ先生見た目美人なのに喋りが面白い、ギャップが好きです面白いですか、よかった。なんかつまんないとか言ってですよね、つまんない、うん、面白いですかね、よかった。喋れる、喋れて書ける人を目指してるんだけど、ね、何を目指してるんだって感じですけど、ちょっとね暗くて困っちゃうね。もうこの辺でおしまいにするか、まあ、ちょっとこう全部シェーリング入れるんですけど、なんかね目が見えなくなってきちゃって私、あれ暗くて、キノコのさん、うちは女の子だけど父さんに厳しい、そう、なんかその話よく聞くじゃない、あのほらなんだっけ、臭いとかさ、一緒に洗濯しないでとかね。そんな、私お父さんのこと好きだったからだったって、今も好きだけど、なんかすごいなと思って。綺麗だよね、でもなんか書きたくなっちゃう。だからあまりにもこう厳しいから、そうなんだ、なんでだろうね、お父さん、みんなお父さんに厳しいよね、子供って。まあでもそのうちかな、お父さんが活躍するのは。うちはちょっと年いってからの子だったからね、あんまりちっちゃい時に上手に遊んであげれなかったのかな、なんか腰が痛いとかってあの高い高いとか、まあ、うちの息子もそういうの好きじゃないタイプだったから、なんでもうちょっと大きくなってからかな、一緒になんか飲み行ったり、酒飲めないんだよな、なんか何するんだろう、一緒に釣り行ったり、わかんないけど。キノコのさん、私もお父さん大好きなので一緒ですね。ねえ、厳しいなと思いますよね。何がいけないのかしら、私がいけないのかしらとかね、いろいろ反省しちゃうけど、ちょっとなんかこんな感じ、なんかお腹痛くなってきちゃった大丈夫です。はい、というわけでごめんなさい、インコトーバータングルスデイ2、ごめんなさい、明日もやりますよ、明日もやりますから、明日息子ね今日出たいって言ってたから、明日誘って息子と一緒にやろうかな、ライブ。はい、というわけで、もうちょっとねシェード加えたいと思います。 I'll to add shade after this live これ実際にはこれは明日のタングルで、皆さんはこのなんかどうでも変わりそうなタングルだから、なんかちょっとお花みたいにしたりして好きなようにやってみましょう。はい、ジュジュミルキさん、男の子と父ちゃん苦手ですよ、息子3匹育てる、3匹も育ててるのって、わかります。今度その男の子の話も聞かせてください。はいというわけで明日も楽しみ、わーい、ありがとうございますね。ちょっと毎日見れないとかもあると思いますが、ちょっとなるべくダイジェストで短くして YouTube アップしてますので、よかったら YouTube の方も見てみてください。はい、では、リアルで会えたらいいなということでまた明日会いましょう。 Thank you for watching. See you next time. Bye bye. ありがとうね。さようなら。